南米チリ沖で発生した地震で東京湾に発表されていた津波注意報は午後4時40分に解除されました。港区では津波注意報を受けてお台場海浜公園に避難指示を出し、海岸から離れるよう注意を呼びかけていました。いつもはカップルや観光客などでにぎわうお台場海浜公園ですが、今日は避難指示が出ているとあって砂浜には誰もいない状態です。海浜公園内、砂浜への立ち寄りは遠慮してください。港区は今日午前3時40分、お台場海浜公園に避難指示を出しました。知らずに来て、で歩いてたら言われたので出てくださいって言われました。公園内に住宅はなく、区は防災無線で公園を訪れた人に海岸から離れるよう呼びかけたほか、警察官や消防署員が公園を巡回しました。避難指示を出したのは初めてのことになります。砂遊びとかやってる場合はですね、引き潮で足を取られてですね、水に引き込まれたことも、まあ、最悪の場合考えられますので、まず水の中からは絶対上がっていただくと。今日は大きな被害が想定されないことから、公園の入り口は封鎖されず、知らずに立ち入った人に警察などが注意を呼びかけていました。